インサイドリコンへようこそ。ゴーストリコン、フューチャーソルジャーの楽しみ方を知ってくれ。戦場では生きるか死ぬかしかない。ならばハンターとして戦場を生き延びてくれ。ゲームの開発にあたり、元海軍特殊部隊員から最新軍事テクノロジーのアドバイスを受け、近未来の戦場を再現することが可能になった。戦場で生き残るには情報収集能力が大事になる。ドローンと呼ばれる小型の無人偵察機を使えば、どんな場所でも監視と偵察を行うことができる。センサーグレネードやマグネティックを搭載すれば、ドローンの感知能力はさらに向上する。このような兵器とクロスコムを駆使すれば、戦場の状況を把握し、戦いを有利に進めることができる。敵から身を隠すことができる迷彩は、昔から戦場において重宝されてきた装備だ。光学迷彩を使用すれば、気づかれずに敵に接近することができ、背後から始末できる。最新兵器を駆使すれば、戦場で優位に立つことができるのだ。ドローンとセンサーで敵の位置が把握できれば、有利なポジションから敵をロックオンすることができる。銃を構えてロックオンし、引き金を引け。最新の兵器を使いこなせるよう訓練すれば、戦いを有利に進められる。どんな状況にも対応することができる部隊は、敵には大きな脅威となる。次回もインサイドリコンで会おう。